はいどうも、チャンネル変わらんど川本文明です。このチャンネルは僕は日々驚いたこと、すごいと思ったこと、興味を持ったことを皆様にご紹介するチャンネルです。さあ今日はですね、風の谷のナウシカ、皆さんご存知ですよね。あのスタジオジブリの、その中にオウムってわかります？大きな虫ね、虫のようなものなんですかね。そのねフィギュア、それがですね、なんと世界に一つだけ一点もの、そのフィギュアがですね僕の元に届きました。それでは行ってみましょう、チャンネル変わらんど。さあということでね、世界に一点ものの一つだけのフィギュアって皆さんね、何と思うと思うんですけども、まあ実はですね、まあ誕生日プレゼントにですねもらったんです。僕ね、あの海賊のように飲む会というね劇団やってるんですけども、そこの仲間、土屋ファクトリーの土屋勇というのがいるんです。こういう人間ですね、いかついでしょ、もう武装だよ武装、もう武装戦線だよ、もうクローズの怖いでしょ。でもね、心の中は優しいんですよ。その土屋勇にね、小道具何でも言ったら何でも作れちゃうんですよ。で、彼のね、好きな言葉っていうのが、欲しけりゃ作れですからね。もう欲しけりゃ作れですよ。作れない、そう簡単に。で、小道具とか全部作っちゃうわけなんですけど、まあ僕がリクエストした中でね、盆栽。本当の盆栽じゃないんですよ。人をこうバーンって叩くようにね、小道具で使いたいから盆栽作れって言ったら、あっかりましたって言って、もう本物そっくりのクオリティの盆栽作ってきたんですよ。もうすごいですよ、コスト全然かかってないって言ってましたよ。あとね、あれヤシガニ、あの舞台で使うから壊れないヤシガニを作ってくれって言ったら、あっかりましたで、100均とかでウレタン買って、ヤシガニ作ってきたんですよ。それあるんですよ、今。こちらでございます。ヤシガニ。これやばくないですか、これ。これ投げても平気なようにウレタンでできてるんですけど、この顔の部分よく見てください、これ。めちゃくちゃリアルに作ってるんですよ。見てください、このお尻のここの部分とか。ヤシガニもすごいでしょ、これ、ヤシガニ。ハサミとかもすごいよくできてる、ほら。で、これ全然動かせるんですよ、こうやって。で、投げても平気なぐらい丈夫。ヤシガニ。これまで作れちゃう。で、あとね、シャアの襟作ってくれさ。シャアわかります？ガンダムのシャア。シャアの襟作ってくれって。あっかねやした。また作ってきた。シャアの襟ありますよ、これ。シャア。これシャアの襟ですよ。シャアの襟欲しいんだよねって言って。作ってよって。あっかねやした。って。ほら、これ。ここにこう。こうつけんの、ほら、シャアの襟。今日シャアの襟をつけてお送りしようかな。そんな土屋勇が僕のために誕生日。誕生日何欲しいっすかつって。オウム。オウムですかつって。いや、オウムだよ。オウム？まあまあ、完全に鳥のオウムだと思ってたんですけど、違いますね。つって。ナウシカに出てくるオウムが欲しいのって言ったら、わかりました。って言って作ってきてくれたんですね。すごいでしょ？彼ね、革細工とか全部できるんですよ。革ジャン自分で作るんですよ。すごくないですか？その、オウムがこちらでございます。見てください。オウムってマジックで書いてある。オウムってマジックで書いちゃってるよ。もうこの、開封します。ああ。見えない。さあ、世界で一つだけ、世界に一点もののオウムの入場です。いや、すごい！見て、これ。ほら、リアル。これですよ。世界に一つだけの、やばくないですか、これ。ほら、これすごい。ちゃかちゃかちゃか。すごいよ、このオウム。かっこいい。これ、ちょっとね、おとなしくしてる方ですよ。静かなオウム。オウム怒ると赤い目になりますけど、これは怒ってないようですね。いやー、すっ
ごいリアル。手の部分見てください、これ。ほら。手なのか足かわかんないけど。いや、よくできてる。これもね、素材がね、CP っていうね、わかりますかね、発泡スチロールに紙を貼ったボード。それを切って、カッターとかなんかいろいろ切って、ギュッと曲げて、ほら、裏見てください。ほら、こうやって貼り合わせてただ作ってるだけなんですよ。だから何にもない、裏。ただ、触り心地はめちゃくちゃいい。しっかりしてる。ただの、もう変な紙とかじゃない。でも、もうこの足なんて割り箸を削ったらしいですよ。見てください、これ。わかんないでしょ、もう。すごいでしょ。削ってね。んで、これ、グルーガンでこの装飾ね。この感じ。質感を出したのグルーガン。ほんで色を塗って。で、このね、目の部分あるじゃないですか。この目の部分はなんかね、コンタクトの、使い捨てコンタクトの、なんかこう、ケースみたいなのあるじゃない。ケースっていうか、その、コンタクトが入ってる。あれを切って、ここに貼ったらしいです、全部。すごいでしょ。ただね、この、これだけじゃないんですよ。ちょっとした工夫でこうなるんです。それでは見てください。どうぞ。ねえ、光るの、目が。下からね、光入れるとね、わざと透けるように作ってあって、目が光るようになって。だから本当はね、ちっちゃい LED 入れて、カチャってやると光るように作ったんですって、これ。すごいでしょ。めちゃくちゃすごくないですか？稼働とかはしないんですけど、これもう飾っといたらめちゃくちゃいいですよ、リアルで。サイズ感もいいんですよ。ちょうど飾るにはめちゃくちゃいいんですよ。ねえ、これオウム、リアルでしょ？これね、オウムってね、最大80メートルあるらしいです。80メートル。で、体はね、超硬質のセラミック以上のね、強度を保ってるらしいです。ね。すごいよ、これはさ。オウム？森へお帰り。この先はお前の世界じゃない。ね。いい子だから。いや、行っちゃう。行っちゃうよ。そうやって行っちゃうもん。そうやって行っちゃう俺。もうリアルすぎて。しかもね、オウムの鳴き声って知ってます？何か。皆さん。ギターなんですよ。しかも、布袋寅泰のギターらしいですよ。なんか、久石譲さんに、音楽作ってる人ね。久石譲さん、偉大なる久石さんにですね、呼び出されて、布袋さんが、お、ちょっとさ、泣き声やってって言われたらしいですよ。布袋さんが言ってたらしいんですけど、すごくないですか？布袋のギターでこのオウムの声ができてたって知ってました？皆さん。最高ですよね。さあ、というわけで今日はですね、この世界で一点もの、一つだけのオウムをご紹介しました。すごいでしょう。またね、今年も誕生日なんか作ってもらいたいなと思ってて、今考えてんのが、まあ、絶対、ちょっと、これは怒るだろうなと思ってんのが、ハウルの城？無理かな、ハウルの城作ってもらいたいな。ハウルの城作って土屋！土！というわけで、ね。またね、ツッチーがいろいろ作ったら皆様にご紹介します。一点もののフィギュアですから、紹介しますんで。さあ、この人生の貴重な時間をこの動画に割いていただき、誠にありがとうございます。もし、このオウムが少しでもいいと思ってくれた方は、高評価、いいね、よろしくお願いします。そして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、オウムです。ほら、オウム。少しでもいいと思ってくれた方はお願いします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ありがとうございました。